まあいいカードだわ <laughs> はいこういう展開です皆さんこんにちはサラですえ今日もリクエストいただいたえタッキーの事務所 2B に、えー、加入した平野翔さんと神宮寺優太さんの今後を占っていただけますでしょうかということで見ていきたいと思います ねあのー、元キンプリの平野紫耀さんとか神宮寺裕太さんのことはもうなんかたくさん占いしてきましたねまあ私はねちょっと t b e に入るこんなに早く入ると思ってなかったんですけどまあどこかの事務所に所属はするんだろうなと思いながらもまあタッキーの事務所に入るとは本当に思ってなくってねこないだライブ配信でもちょっと言ったんですけど うん、どうううなんんだろうって思うんですよねジャニーズ事務所から、まあ、抜けてこんな1ヶ月半ぐらいで t o ビーに入ってっていうねまあもちろんねあの彼たちが悪いとかタッキーが悪いとか何もそういう気はないけれどなんかね客観的に見てると、うん、そういうところのそん、まあ、とか義理とか人情みたいなのがね、うん、あんまりちょっと感じないなって思って。 まああそのねあのねどういう経過になっても、まあ、とにかく平野翔さんと神宮寺裕太さんが t ービーに入って、まあ、よかったと思える結果になればもちろん本人にとってはいいんだろうけれど、まあ、ジャニーズの方々はどういう心境なのかなとかね、うん、ちょっとねあの複雑な気持ちだなって、まあ、私自身はね思ってるんですね。えー でライブ配信でね、TOBE に2人が加入するっていうことの、えー、配信があって、でもう早速ね、ファンクラブの入会受付をして、まあ、すごいあの、あれですね、サイトが混み合って、何時間も待つような状況になったっていう、まあ、そういうのはネットニュースでね、見たんですね、まあ、確かにね。 運営していく上で、まあ、タッキーが個人的に、まあ、どれだけお金を持っているかはもちろん分かりませんけどやっぱり元キンプリの2人そして三宅健さんで今後北山くんとかね、まあ、可能性のある人たちがどん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 名前が上がってきててインパクターズとかね、まあ、彼らに対するもちろんお給料も払わないといけないしスタッフのお給料を運営していくためには。 もう当然お金が必要なわけでだからまあファンクラブに入ってもらって、まあ、それの年会費だけでもとりあえず運営資金として稼ぎたいっていう気持ちがあるとは思うんですね。ですごいびっくりしたのが5人の時のキンプリのファンクラブ会員がだい100万人以上いてただろうと。でそれの仮に 5分の2の加入するだけでも年間10億円になるっていうねまあもっとじゃないかなと思うんですけどねまあ平野翔さんの公式インスタグラムのフォロワーが317万を突破し神宮寺さんも194万人を超えてるっていうねこれだけでもすごい人数なんでうんまあ10億どころか本当に20億とかね になななっってていいくんんじゃないかなって思うんですけどやっぱりそのタッキーがこれから t o b をこを運営していく上で、まあ、知名度のない若い人たちを育てていく上でやっぱりこう人気のある人たちにちょっと稼いでもらわないと資金がねやっぱ大変なんじゃないかなって思うので、まあ、ここは仕方がなかったのかなって思ったりもするんですけどね。 まあここに書いてるのは赤西仁君は合流を否定しててで元キンプリの岩橋君も一人で頑張っていきたいと宣言したっていうふうにまあ書いてるんですけど、まあ、どこまでね本当のことか分かりませんけどまあ何にせよその平野翔さんと神宮寺勇太さんがこれから2 b でどのように活躍をしていくのかっていうことをタロットで見ていきたいと思います。 はい、見ていきます、まあいいカードだわ <laughs> はいこういう展開ですはいえー、2B に所属した平野翔さんと神宮寺優太さんの今後の活躍を展開してみましたもうなんかねカード展開を見るとすごいいいカードなんですよね、まあ、審判のカードを まあ見るとこれはもう本当とにまあタッキーのやり方っていうのかな、まあ、インターネットを使った上手なこう宣伝で新しいものが生み出されていく、まあ、そこに新たな平野紫耀さんと神宮純太さんが誕生したっていうようなねそういうファンファーレが鳴ってるようなねカードになってます。で太陽のののカードがが逆向いててるるところからの解決に正義があるっていうのは これは、ね、もう明らかにジャニーズ事務所との対立になるのかなと思いますね。まあ、ジャニーズと、まあ、これから何て言うのかな同業者として争っていく、まあ、争っていくというか競争していくことを表していると思いますねこれ、まあ、同業者との、まあ、争いっていうね、うん まあそういう感じがするんですよね、これはね。で、2B はどうなるかというと、とっても合理的な方法で、これから業績を安定させていくようなね、この正義のカードになってるんですよね。うん。だから、とっても安定するようなカードに感じますね。で、まあ、そういう事務所に入った2人なので、当然、 こう人生がいい方向に回っていくもう業績が好転するとかチャンスが来たチャンス到来っていうんですかね、うん、そういうカードになってるのでまあ私がちょっと心配してたなんかジャニーズとの関係とか、まあ、そういうことはもうなんか今の時代では考え方が古いのかなって思わざるをえないようなね、まあ、とってもこの いいカードの展開なんですよねだから、まあ、滝沢くんの手腕がこれから本当に発揮されるような気がするしでそれを信じて入った2人の運勢ももうどんどんこれから好転していくようなねそういうカードになってるのですごいこれはもう本当に楽しみになるんじゃないかなと思いますね。まああの CD CD ねねジャニーズは、ね CD、販売に まあ、重きを置いてておそらく 2B はこれから、ね、音楽の配信サービスとかどんどん使っていくだろうし YouTube とかもうインターネットをいろいろと駆使して今風な展開をしていくんだろうなっていう、まあ、そんなね今日のこのカードの展開かなと思いますだから結果的に平野翔さんと神宮寺裕太さんがこの事務所に入ったことは。 良かったと思えるようなねそういうこれから未来になっていくんじゃないかなって思います。ということで今日は平野翔さんと神宮寺裕太さんの今後をタロットで占ってみました。チャンネル登録グッドボタンコメントまたリクエストがあればお寄せください。